大リーグ公式サイト MLB.com が23日、日本時間24日、一郎氏、50イコールマリナーズ会長付き特別補佐兼インストラクターのレーザービームを紹介した。一郎氏は日本時間23日、東京ドームで行われた同志が率いる草野球チーム、神戸 CHIBEN と高校野球女子選抜の試合に出場。 初めて現役時代と同じ51でプレイし141球の9回10安打3失点で4年連続完投勝利を挙げた。MLB.com は練習中に一郎氏が右翼からノーバウンドで本塁に返球する動画を紹介。一郎もうすぐ51歳が放ったこのレーザーは必見だとタイトルをつけ現役時代と変わらない強権ぶりを見せたと記した。 記事の中でも、時折、イチロー・鈴木が現れて、まだ実力があることを証明する、右翼から本塁への送球で伝説的な腕力を披露し、東京ドームの観客を沸かせた、来月51歳の誕生日を迎えるイチロー選手のスキルが依然として優れていることを改めて思い起こさせる出来事だったと年齢を感じさせないプレーを称賛した。また 日米通算4367安打のイチロー氏が2025年に米国野球殿堂の資格書年度を迎え、初めて殿堂入りの対象者になることも紹介された。